この子は遠心顔の子なんですけど、うん、ここはこうシャープになるように顔周りは沿う感じにしてます、はい、でメイクもこの内側の方に、この子の場合はあれですね、あのインラインインラインじゃないや、ノーズシャドウだ、ノーズシャドウとあとここにハイライトを入れてこの影がついて陰影がはっきり鼻筋がしっかり通るようにしてます、はい、で前髪はなんかかき上げられる長さなんですけど、うん、なんかあえてこういうなんか鬱陶しいぐらいのこういう斜めの前髪にすることで、ここをこう縮めてこう求心的に見せるみたいな、ここを縮める、あ、そうそうそうです、こことここを縮める、あ、両方縮めて、そう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 、さっきの子はこうだったんですけど、うんうん、今度はここみたいな、はい、って感じですね、はい。はい、前髪は、こことここの幅を狭めて、であとここの顔周りの感じで、そうですね、はい、ちょっと縮めるというか、この目のここの際を縮めて、でここの幅がこのなくなるように隙間にこういうのが来るようにしてます。隙間のペロっていうのが大事なんですね。そうですね。はい、シルエットとか裾の方は何かポイントありますか？そうですね、あのここのやつはやっぱりあんまり重くならないようにしてるんですけど、でもなんかここをタイトにした分こっちがタイトだとなんかちょっとバランス悪いんで、若干ちょっと外に広げつつ毛先は薄くなるようにしてます。はい、顔周りがタイトだ分、そうですね、その毛先の方でちょっと広がりとか動きを出して、はい、はい、感じですね。顔は内巻きなんですけど、うんうん、襟足だけ外跳ねみたいな感じですね。一番最初の子は全部外跳ねだったんですけど、うんうんうん、少しマスぐらいでちょっとだけ、うん、で、いびきさんは全部内巻き、うん、あ、そう、はい、でさっきの子も全部リバースなんですけど、マーシュさんは顔周りだけ内巻きで襟足が外跳ねみたいな、あ、かわいい、かわいい。ここがやっぱちょっと色が濃くしてあって、はい、うん、結構ここが分かりやすいかなって、はい、この眉毛も結構中に入れてる感じ、うんうん、これ多分いっぺんに量を張らせてきますよね、はい、ちょうど目頭の延長ぐらい、そうですね、ですね、なんか若干こう内に入るぐらいのイメージですね、はい、ちょっと内縦に落ちるみたいな、うん、なんかこう内側に入れて、まあ、指とかでなじませて中側に入れるみたいな、あ、そうですね、これ分かりやすいですね、めっちゃ分かりやすい、はい、はい、いいと思います。
はい、どのあたりもうスッと入れてる感じ、スッと入れてる感じですね、この、はい、この大体ここの間のところからこう、はい、この目と目の間のあたりから、はい、鼻先までスッと入れてる、そうですね、はい、ノーズシャドウ入れてるから余計こう目立つみたいな、あ、ちょっと分かりやすくなったかな、あ、いいんじゃないですか、